こんにちは、エルセビです。今回の動画は、セミリタイアは嫌な時間を減らすためということでお話ししていこうかと思います。というわけでね、今回の目次はこのような形となっています。ではですね、早速一つ目の嫌な時間とはというところからお話ししていきます。ではね、嫌な時間とはというところなんですけど、まずね、通勤が嫌っていう人いると思います。また、フルタイム労働ですね。パートタイム労働ぐらいだったらいいけど、フルタイムは嫌だっていう人もいると思います。またね、やりたくない仕事ですね。上司から言われて自分の本意ではない仕事をやらなくちゃいけない。そういった時とかかなというふうに思います。また、土日がね、潰れるようなイベントに出なくちゃいけない。そういった時もですね、嫌な時間かなというふうに思います。またですね、接待するための飲み会。自分自身が楽しむための飲み会ではなくて、お仕事の上での接待とか、何かしらの人間関係の中で参加しなくちゃいけない飲み会とか、そういった感じの飲み会ですね。またですね、明日から仕事という憂鬱。こういったことがですね、嫌な時間かなというふうに思います。今ですね、この動画を撮影している現在が8月18日、お盆の連休の最終日というところなんですけども、僕自身もですね、明日から仕事ということでね、今現在、ちょっとね、憂鬱な気分にはなってきています。ということでですね、こんな感じで憂鬱な時間、嫌な時間っていうのはね、多くの人にとってあるんじゃないかなと思います。ではですね、この嫌な時間というのはどれほどあるのかっていうところでお話ししていくと、まずですね、1日8時間労働だとしましょう。プラスですね、休憩が1時間大体あると思います。そこにですね、通勤の往復が1時間あるということで、仮定すると、大体1日10時間は、こういったお仕事のために使っているということがあり得るんじゃなかろうかと思います。あくまで例なんで、こういった感じで進めていきます。そしてその10時間のうち、大体1ヶ月、完全週休2日制で土日が休みだとした場合は、大体20日ぐらい平均すると働くというところで、200時間1ヶ月で使いますよと。で、その1ヶ月200時間で1年間に直すと2400時間になりますよというところで、この場合だとですね、年間の休日が125日というところになりますので、大体の方はね、こういったパターンに当てはまってくるんじゃなかろうかと思います。とはいえですね、完全週休2日制でないという方にとってはですね、これ以上の労働時間になっているという方もですね、少なくはないんじゃなかろうかというふうに思います。で、こういった時間がですね、1年という時間に当てはめてみると、27.4% に上ってしまうよというところで、24時間のうちの365日は8760時間なんで、そのうちのね、2400時間というと、だいたい 27.4% ぐらいだよというところになります。ここからさらにですね、睡眠の時間とか、トイレとか、ご飯の時間とか引いていくと、自分自身がね、意識があるうちの時間っていうのはもっと短く感じられて、あんまりですね、自分自身の好きな時間がなくて嫌な時間が多くなっているなというふうに思う方っていうのはね、多いんじゃないかなというふうに思います。だからこそですね、1年の4分の1が嫌な時間になっている。そして体感としてはですね、4分の1以上が嫌な時間になっているということが言えるんじゃないかなというふうに思います。だからこそ、セミリタイアへの期待として、嫌な時間を減らすためにセミリタイアしたいという人がいるんじゃないかと思います。ですけどもね、セミリタイアすると無条件に人生が良くなるというふうに思っている人もいるかと思います。さっきのね、嫌な時間が減るから無条件に人生が良くなるというふうに思う人いるかもしれません。ですけどもね、これは厳密に言うと誤りなんじゃないかなというふうに思います。先ほどですね、嫌な時間に使っていた2400時間。こちらをですね、何に使うかが重要となってくるというところで、先ほどの嫌な時間、結構多くの時間をですね、嫌な時間に使っていたと思うんですけど、その時間丸々ですね、仕事を辞めたら嫌な時間に使わなくてよくなるということですので、で、その時間、空いた時間っていうのを何に使うのか、これがですね、人生を良くするのか、悪くするのかっていったところで重要になってきます。ではですね、空いた時間で何をするのかっていうお話なんですけども、ここで一つですね、研究をご紹介したいと思います。ペンシルベニア大学の研究でですね、1日の自由時間が2時間まではですね、幸福度が上がり続けるんですけども、そこでね、頭打ちになるという研究がありました。そして2から5時間までは頭打ちの状態が続きますけども、それ以降は下がってくるというところになってますので、非生産的な活動ではですね、自由時間が増えても幸福度が下がるというふうに、この研究の結果では出ています。ですからね、よくあるところでは、ずっとゲームをしていく、ずっと YouTube 見てる、ずっとダラダラしてる、そういったところをですね、仕事を辞めた後、続けてしまうと、自由時間が多くて、自分自身としてはですね、何も縛られていないはずなのに幸福度が下がっていくということがね、起こりうるんですよというところになってきます。だからこそですね、何をするのかといったところなんですけども、なぜですね、仕事を辞めてもまだ働こうというふうに思う人がいるのか、なぜですね、仕事を辞めてもブログや YouTube などで発信する人がいるのか、非生産的な活動ばかりでは幸福度が下がるから、そういうふうにですね、結論付けることができるのではないかなというふうに思います。だからですね、空いた時間に生産的活動を取り入れるということがね、重要なんじゃなかろうかというふうに思います。生産的活動、具体例で言うと、農業というか、野菜をね、栽培してみるとか、僕のような感じで動画を投稿してみる、ブログを書いてみる、もしくはですね、アルバイトとかを実際にやってみてお金を稼いでみる、そういった感じの生産的活動、こういったものをですね、取り入れていかないと、自分自身の人生が悪い方向というか、幸福度が下がっていく方向に行ってしまうよというところになってくるというところになってきます。ですからね、嫌な時間がなくなってハッピーだっていうふうに最初はね、思うのかもしれませんけれども、そのハッピーもね、ずっと続くわけじゃなくて、やがてはですね、どんどん下がってくる。だからこそ、何かしらの生産的活動を取り入れるっていうことが大事になってくる。で、その上で、アルバイトとか、そういった短時間の労働でもいいですし、動画投稿とか、ブログを投稿するとか、そういった感じで、自分自身のね、時間に縛られはしないけれども、ある程度自分自身の中で制約を決めて、週に1回は動画を出すとか、毎日ブログを書くとか、そういった制約を自分自身に課して、そういった生産的活動を取り入れてみるとか、そういったね、活動を取り入れていくというのがいいんじゃないかなというところになってきます。というわけでね、最後まとめていきます。今回はね、セミリタイヤは嫌な時間を減らすためですという動画になりました。嫌な時間はですね、計算してみたら、1年の約4分の1ぐらいを占めています。人によってはですね、これよりもっと多いという方もいるかもしれませんし、日曜日のね、夕方からの憂鬱な時間とかをね、プラスしていったらさらにね、多くなるという人もね、いるかもしれません。で、その嫌な時間を減らすのにですね、セミリタイヤというのは良い選択肢なんじゃないかなというふうに思います。ただですね、セミリタイヤ後に何をするのかっていうのもね、重要になってきます。何もしない非生産的な時間が5時間を超えると幸福度も下がってきます。ですから自分自身の幸福度もね、上げていく、そういったためにですね、生産的時間をね、どうやって作っていくのか、そういったところもですね、セミリタイヤをする前から考えておいた方がいいんじゃないでしょうかというところで、今回の動画はね、終わりたいと思います。というわけで最後まで見ていただきありがとうございました。失礼いたします。